キャラクターグッズ用キャラクター群。1991年にキャラクター開発。1992年5月からグッズを販売開始。尻尾がゼンマイのようにくるくる巻きになっているのが特徴である。また、口が描かれていない。バナナが大好物。いちご新聞の読者投票企画。サンリオキャラクター大賞で。 第8回において4位を受賞し、歴代最高である。2013年サンリオキャラクター大賞30位。2013年サンリオキャラクター大賞の特別企画である、これあります宣言で、15位以内なら、バナナの早食い大会を開催すると宣言していたが、ランクインを逃し実現とはならなかった。近年は35位前後と低下傾向である。2020年は、 コロナ関連によるサンリオショップの臨時休業が相次ぎ思うようにサンリオショップ店頭からの投票ができなかったためサンリオキャラクター対象終了後の6月12日から30日にかけてスピンアウト企画のチップで投票リターンズがサンリオショップ各店舗で開催されサンリオショップの一つのハーモニーランドにおいての結果はお猿の門吉は53位であったまた いちご新聞オリジナル企画で2016年よりサブキャラコンテストが開催されている。第1回のサブキャラコンテストではももちゃんが32位、チエオが40位にランクインされた。第2回のサブキャラコンテストではモンタが27位タイにランクインされた。第3回はノミネートなしであった。第4回は第1回第3回までの上位20。 キャラクター同士の決戦コンテストで、お猿のモンキチのサブキャラは、上位20キャラクターに該当しなかったため、ノミネートなしであった。仕切り直しとなる第5回のサブキャラコンテストでは、ももちゃんが47位にランクインされた。ありがとうございます。